はい、マップツールの使い方の解説をしたいと思います。マップツール出し方は、デリートキー、セルフインタラクションで、マップツール、小、スモールマップツールです。ノーマルはでかいんで、スモールで十分です。で、こんな感じの見た目なんですけど、内側のメモリで角度、外側のメモリで距離を測ることができます。で、メモリは内側を使います。で、動かすのはドラッグで、回すのがシフトをしながらドラッグです。で、外側のメモリは、でかいメモリが1000、で、ちっちゃいメモリが100になってます。で、さらにちっちゃいのが10メートルです。で、今回例えばこの OP1 からこの台湾を観測するというような想定でやっていきます。で、今 OP1 にいるんですけど、まず OP1 中心に合わせて台湾の方向をざっくり向けてやることで、台湾が何度の方向にあるか、140度の方向にあることがわかるんで、だいたい140度の方向を見ればいいんだなっていうのがわかります。そうすると速やかに偵察で入ることができます。戦車いましたね。戦車、方位140度、距離799。覚えます。これ140度に向けて、で、現在の地点0にして、角、0の角に合わせて、距離が799、今800ジャストなんで、ここですね。で、より正確にするなら、地形地物の情報を合わせまして、T 字路の角で、小屋の前から、ここだね。っていう感じで、まあ、こんな5メートルぐらいどっちでもいいんですけど、地形地物の情報、道とか家とかを合わせると正確にマッピングすることができます。で、ただ、最初から、T 字路の、一番手前の T 字路を追ってって、距離とか測んないでマッピングすると、別の T 字路を見てたみたいな事故が起こるんで、ちゃんと距離とかを測って、道とかそういうのは補助的に使った方がいいです。で、別のやり方として、アライン・トゥ・ザ・コンパスというやり方があります。別の目標で、ここに ATGM があるんで、これの方位を、これのマッピングをしてみます。で、こっちの方向を向いたまんまで、マップツールのアライン・トゥ・コンパス。これやると、マップツールが勝手に自分が向いてる方向を向いてくれます。なんで、距離だけ出せば、755だったね。距離だけ出したら、わかるっていう簡単なやり方です。ただこれのデメリットとして、ずっと敵の方を向いてないといけないんで、例えば戦車がいるっていう時に、戦車の方を向いて、ずっとこうやってるとちょっと撃たれる可能性があるんで、できればパッと、方位141、距離838とか言って、パッパッと隠れて、裏でやる。っていう風にした方が、安全だと思います。こんな感じで素早く偵察やっていけるといいかと思います。以上です。